その時は最高の相手だなとは思いますが、オフで終わらせます。デビューの時期が近いのと、実力は別だということを、リングで分からせてやろうと思います。いつか、サルさんとデスマッチで戦ってみたいな、ただこれは勝手に言ってることなので、ここまでやるんだって思っていただけるようなことをやりたいなって思っています。今までこう他団体の後輩でこうやって、プロレスのハードコアデスマッチに食いついてくれるような人がいなかったので、食いついてきたからには、私の世界を存分に味わって帰ってもらいたいと思ってるんで。私は一戦も二戦も超えてません。本当に勘違いなんですよ。まあ、危なげもなく勝利を挙げて、あれから、アジレボからもう一回ベルトを引き流したいと思っています。私たちの会社の目標がいいと思います。ヨシ選手は2月に会話になって、心が通じたというか、私の眠っていた何かを呼び起こしてくれた最高のパートナーだと思いました。まあ、自分たちが、あれ、次のね、さっきのベルトを巻いたら、もうそれになるよね。デビューをして、アイスリボンのお客さん、そしてアイスリボンのみんなに形として恩と感謝を返したくないと思っていました。このベルトを取ることが形として返せるのかなと自分は思っています。このベルトを巻くにあたって、どれだけの思いを持ってこのベルトに巻くことが届いたか、31日に逆転の披露目がベルトを巻いて、ハッピーエンド、大会に、そんなことさせるわけないじゃないですか。